はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今日も生ビールです。朝日の、限定発売のプレミアム熟成。これ、以前、かなり昔なんですけど、存在していたんですが、終売になったみたいですよね、多分ね。これ多分、もう見かけなくなったんで、終売になったなと思ってたんですけど、なんか突然復活したっていう。こだわりの飲食店が認めたプレミアム。アルコール度数 5.5%。原材料が麦芽とホップと米とスターチ。米とスターチか。コーン入ってないですね。こういうパターンだと米とコーンとスターチってなるんですけど。米とスターチだけですね。おぉ。珍しい。これは懐かしいですね。ね。まあ、結構、知ってる人は知ってるんじゃないですかね。この、ねえ、この熟成プレミアム。まあ、結構人気あったんじゃないの？美味しいっていう人、結構いたような気はしたんだけど、いたような気がしたんだけどね。まあ、いつの間にか消えてたっていう。朝日と。いつの間にかこれ消えたよな。もう多分さすがに売ってないだろ。ずいぶん前に。12月8日に、期間限定発売ということみたいです。セブン&アイホールディングス限定商品。あ、セブンイレブンか。みたいですね。瓶は売ってたんかな。昔から瓶は売ってたんかもしんない。ちょっとわかんない。缶は多分あれなんだ。ダメみたいな感じだった。多分、缶はね、販売中止になったみたいですね。やっぱ瓶はあったんだね。ああ。瓶があるみたいですね。それじゃあ乾杯。熟成が飲めるお店だって。お店とか書いてあるからね。うん。これは、まろやか。うん、まろやか。まろやかだね。うん。おいしい。これはおいしいぞ。あれ久々に飲んだけど、こんな美味しかったっけ？あ、うまいな。これうまいな。まろやか。うん。口当たりがまろやか。香りも豊かですね。かなり、結構、ホップの香り、麦の香り、わかんないけど、どっちかが強いですね。うまい。香りすごい。うん。あ、これうまいな。これうまいな。それでいて、なんか、香りが強くて、うまみっていうの、ちょっと甘みっていうか、うまみ。うまみだな。甘みとはちょっと違う。うまみが、ある。なんか、コクっていうか、コクっていうか、まあ、アルコール度数 5.5% っていうのもあると思うけど、うん。すごいね。これうまいね。これうまいな。これうまいな。めっちゃうまいな、これ。あれ？こんな、うまかったっけ？口当たりがマイルドながら、もう、強い麦の香りと、そして、コク？
苦味はそんなにないですね。どっちかというと甘めの方の部類ですね。甘い方のビールですね。甘めなビール。うまい。プレミアムビールだけあってうまいな。あ、うまいこれ。朝日のスーパードライ、ドライプレミアムとかよりか全然うまい。はっきり言って。全然うまさが違う。うまい。これうまいぞ。うん。うま。うん、これはうまいな。これはうまいな。やっぱ一言で言うならマイルドな口当たり。口当たりがすごいマイルドで、なんか、すげえマイルド。で、香りも強い。いや、これはうまいですね。これはうまいです。これはうまいな。これはまさにあれだね。ちょびちょび飲みたいビールだね。これは。うん。喉で飲むんじゃなくて、これ舌で飲んだ方が、舌で味わって飲んだ方が。うん。うまい。これはなかなか今までなんか朝日って、だいたいほら、口当たりが鋭い感じだったでしょ。ドライっていうか。でもこれは全然マイルド。ものすごいマイルドさが前面に出てる。うん。ピリピリっていうか、しないっていうか。うまい。どっかのブログ。ところで、皆さん、アサヒプレミアムの熟成ってご存知でしたか？実は私は全く知らなかったんですが、それもそのはず、一般には販売してなくて、特定の熟成が飲める店だけで飲めるビール。だったんですね。へえ。ところがお客さんからリクエストもあって3月から一般販売を開始するようになったそうです。3月。これ何月のブログだこれ。2008年じゃねえか。2008年のブログかよ。なんか書いてある。2008年の3月11日発売で一般販売したっぽいですけど、まあしてたんですけど普通になくなったんで、でまたまあ限定発売ということですけど、まあぜひね皆さんこれ飲んでいただきたいですね。これうまい、普通にうまい、普通にうまいっていうかマイルドなうまさ。ビールのマイルド、マイルドなビール。ビールでは珍しいこのマイルドさ。日本のビールは大体ほら、ドライなのが多いから。すっげえマイルドこれ。すごい。それでいてこの、なんか味が、コクっていうかね、コクはそんなにないんだよ。割とスッキリしてんだよね。スッキ
きりしていながらも、この、マイルドさ、っていうのかな。が、これは、すごい。美味しい。熟成はこだわりの素材と丁寧な仕込み、長期熟成によって生まれた深い味わいと上質な香りが特徴。これらを実現するために、原料は良質なビターホップ、アロマホップに加え、アロマホップの最高級ランクと言われるファインアロマホップの中から、ドイツテトナング地方のテトナンガー種を使用し、熟成期間の基準を通常の 25% 長く設定した。とか書いてありますね。やっぱ米とかスターチとかコーンとか入ってるとなんか、美味しいんだよな。個人的にそっちの方が好きなの。アサヒスーパードライみたいな。とか、好きなんだけど。スーパードライもあれ、米とコーンとスターチ入ってる。ですけど。あ、こういう後ろになんか書いてあるわ。目指したのは、料理にそっと寄り添う生ビール。こだわりの素材、丁寧な仕込み。長期熟成。普段は飲食店でしか味わうことのできない、深い味わいと上質な香りのプレミアム。原材料があの、麦芽とホップだけのビールは大体、あの、ありきたりな味なんですよ。で、大体ドライな、ドライな口当たりなんですけど、米とスターチ入ると、米とコーンとスターチとか入ると、結構、あの、なんかこう、深みが出てくるっていう感じですね。こうなんか、麦芽とホップだけのやつだと、もうなんか、いわゆるまあ、簡単に言うと一般人みたいな。一般人。人で例えるなら一般人なんですよ。だがしかし、米とかコーンとスターチとか入ると、なんか、まあ、癖は強い、ちょっと変わった人とかになる。ちょっと変わった人。とかになる。その変わった風味が出てくるんで、好きな人は好きだと思います。と思いました。これは美味しい。これは買いだね。これは正直買いですね。これは美味しい。これは美味しいぞ。3445です。ご視聴ありがとうございました。